こんにちは。トライアスロンコーチ八尾昭一です。皆様お元気でしょうか。いつもトライアスロン八尾監督チャンネルにお越しくださりありがとうございます。秋の爽やかな風とともに今日のトークを始めさせていただきます。このチャンネルはトライアスロンのトレーニングや情報、ブレイブトライアスロンスクールのリアル動画と皆様の心に寄り添い、心を励まし、生きる希望へとつながるメッセージをお届けする番組です。では早速深清の言葉から参りたいと思います。山は大きいけど動けない、人は小さく低い、しかし時間さえかければ会いたい人に会える。はい、ありがとうございました。次に中谷明宏さん、断られた人が夢を実現する、断られ力を強くする33の方法を朗読やらせていただきます。はい、では今日はですね、第8の方法、チューリップは寒い方が長持ちするという、ね、このチューリップは寒い方が長持ちをするっていう方法なんですね。これどんなことが書いてあるのか読んでいきたいと思います。チューリップは根が太くて花が重いのです。花瓶に託すとすぐ倒れてしまいます。花が倒れてしまうとアウトかと思います。でもそんなことはありません。元気にさせる方法があるのです。冷蔵庫に入れるとチューリップはまだ冬かな、これからやという気持ちになります。日の当たる暖かい状態で置いておくと、もうあかんと倒れてしまいます。チューリップはもともと寒いところの原産です。何でも日の当たるところに置きたがる人は良かれと思ってやっています。でもその発想がチューリップにとってはありがた迷惑なのです。元気のなくなったチューリップを冷蔵庫に入れるとまた起き上がるのです。人は調子が悪いからといって寝転がっていると元気が出ません。だんだんだるくなってきます。寝ても寝てもしんどいのは寝てるからです。ネギを寝かせているようなものです。チューリップは寒いところに置いた方が元気で綺麗で長持ちします。人間も同じです。周りの環境が冷たいから私はダメなんだという人は、一度チューリップの切り花を冷蔵庫に入れてみたらわかるのです。そういう人はチューリップを暖かいところに置いたり、バナナを冷蔵庫に入れたりします。バナナは暑いところの植物なので冷蔵庫に入れない方がいいです。外へ出しておくのが一番長持ちします。夢を実現するために8、しんどくなったらもっとしんどいことにトライしよう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。私自身この言葉振り返ると、ちょっと昨日無理しすぎてたな。そうなんですよ、病気とか体調が本当に悪い時は、まあ無理をしない方がいいと思います。ただいろんなことで悩んで、こう元気がなくなってしまった時、こう寝込んでしまう、こうメンタルでね、そんな時は一度外に出て体を動かすのもいいかなと思います。朝早く起きて散歩をして清々しい空気を吸うのもいいでしょうし、こう仕事から帰ってきて縄跳びをするのもいいでしょう。またラジオ体操するのもいいと思います。今年はすごい変化の年でしたね。残すところあと2ヶ月と少しとなりました。皆さんこの1年を振り返っていかがだったでしょうか。私はやはり夏の8月1日練習中にお腹上腸間膜動脈解離という病気を起こしてからは、いろんなことを考えるようになりました。特に命の大切さ、今まで命があって当たり前と思って生きていたので、命の大切さ、今この瞬間をどのように生きるかっていうことをしっかりと考えるようになったのと、元気な時に当たり前にやっていたことは実はとてもありがたいことなんだなと実感することができました。入院中の看護師さんの優しさ、仕事とはいえ笑顔と優しさは人に元気を与え、
生きる力をパワーアップさせてるんだなというふうにも思いましたね。医療従事者の方々、消防警察、そして自衛隊、人の命を、国を守っている方々に対して改めて尊敬の念を抱くことができた33日間の入院でした。これから時代が変わるというふうにね、いろんな方がおっしゃっています。土の時代から風の時代の到来っていうことで、そうですね、この1年振り返ってもコロナでいろいろと大変なこともありましたが、新しい時代が来る一つのきっかけになったのではないでしょうか。土の時代、形、物質的なものに価値を見出していた時代ですね。お金、名誉、地位、結果のようなものですね。形として見えるもの。そこから風の時代へのシフトチェンジがこの1年を通じて行われていったんですね。考え方、心、思い、愛、優しさといった形としては見えない心の中で感じる価値観を見出す時代なんですね。形の世界から意識の世界へのシフトチェンジとも言えるでしょうか。このコロナが私たちの心に変化を起こさせてくれたっていうことは、コロナもそう思えばマイナスだけではなかったような気がします。新たなサイクルが始まりました。これからは男らしく、女らしく、アスリートらしくではなくて、自分らしくを大切に、そして自分が輝く時代にもなりますので、皆さん、自分がどうしたいの、自分が幸せになるには何をしたいの、一度自分の心に聞くのもいいですね。来年は自分らしさ全開で頑張っていきたいと思いますし、皆さんもぜひぜひぜひ自分らしさ全開でやっていただければと思います。ブレイブトライアスロンスクールは自分らしさを高めるスクールでもありますので、皆さんぜひビジターも参加できますので、一度遊びに来てください。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。皆さんまたお会いいたしましょう。さようなら。